怪獣同士の、まあ、バトルシーンっていうところが、まあ、最大の見どころ。作り手も、それをちゃんと、それを分かって作ってるだろうなっていうシーンが随所にあるんで、8位ぐらいは、行っていいんじゃないかなって、個人的には思います。はい。2014年に公開された、ギャレス、モンスターズとか、スターウォーズローグ、ローグワンを撮られたギャレス・エドワーズ監督が手掛けた、ハリウッド版ゴジラの、正当な、正式な続編であり、さらに言うと、2017年に公開された、キングコング・ドクロ島の巨人ですね、この映画にも関連してくる、まあ、モンスターバースという、アメリカのレジェンダリーピクチャーズという会、スタジオが作っているモンスターバースっていう、まあ、シリーズに属する作品でもあります。これよく、前作を見てなくても楽しめるって、まあ、最近よく売り文句としてあるんですけど、続編として。で、まあ、大抵そうじゃないんですよ。大抵そうじゃないと思うんです。実際にはちょっと見てないとわかんないじゃんってあるんですけど、今回は、おそらく見てなくても問題ないと思います。ゴジラっていうものがものすごく長い歴史を持ってるっていうのは僕たち日本人みんな知っていることではあると思うんですけども、まあ、今回の、キングオブモンスターズに関して言えば、まあ、そのゴジラっていうものが持ってる背景っていうのは後に知ってほしいとは思いますけど、見た後で、どういった背景を持って、どういった、メッセージを反映したキャラクターなのかっていうのは後から知ってほしいと思いますが、それを知らなくても楽しめる作品になっていることはまあ間違いないと思います。キャストの皆さんも言ってることなんですけど、人類の味方というわけでもないし、敵でもないという立ち位置が、まあ一番説明はしやすいと思います。何よりも、今回は特に監督が自然っていうものを怪獣に反映させてるって言ってるので、まあ強いて言うならば、地球という存在。自然という存在を代表する存在であるっていうのがゴジラの今回の立ち位置かなと思います。主な怪獣として出てくるのは もちろん、モスラ、ラドン、ギドラ、これもキングギドラですね。この、で、もちろんゴジラと、この四大怪獣。僕も予告を見たときに、モスラ、何これみたいな、今ちょっとなったんですけど、実際に見ると、モスラ、ちゃんと可愛いと思います。けなげに、すごい頑張ってるんで。で、僕はアメリカのプレミア上映も見に行って、見た後の、観客にちょっとだけお話を聞くってこともできたんですけど、特に女性客の方とか、アメリカのモスラを知らない女性の方とかも、モスラがすごい良かったって言ってる人すごい多かったんで、まあ、サウンドトラックにはもう出てるんで、ゴジラのサウンドトラックにはもうタイトル出てるんですけど、モスラズソングって書いてあるんですよ。なんで、まあ、要は、まんま出てくるわけじゃないです。ただ、アレンジされてます。けど、出てきます。我らが、渡辺謙さんが、まあ、一つ出てくるっていうのは一つもありますし、まあ、あと、モンスター映画好きとして見逃せないのは、まあ、これはもう前回のゴジラにも出てましたけど、シェイプオブウォーターの、半魚人でね、愛を育む、女性を演じたサリー・ホーキンスさんが、今回も出てます。で、あとは、もう一つこれもモンスター映画好きとしては外せないのは、怪獣たちの争いの中に翻弄される少女役で、ストレンジャーシングスというドラマの、ミリー・バズ・ブラウンさんちゃんが出てるのと、で、これも、ジャンル映画好きには見逃せないのは、資料館の、霊能力夫婦の奥さんの方をね、演じている、ベラ・ファーミガさんが、これもまたこう怪獣の、まあ、怪獣バトルの中で大きな役割を果たす、科学者役で出てます。渡辺謙さんは、今回まあ、これも前回のゴジラにも出てきた、怪獣、いわゆる世界各地にいる怪獣っていう存在を調査している特務機関であるモナークという組織があって、そのモナークの中で中心人物として活動している、芹沢石郎博士という博士を演じてて、で、まあ、この芹沢博士という、芹沢っていう名前は、まあ、1950年代一番最初のゴジラに出てきた芹沢博士という、から撮っているし、で、石郎っていうのはもちろん本田石郎監督のね、から組み合わせて名前になってるので、
ハリウッドでそもそもゴジラが映画化されるときってなったときに、その、やはり日本じゃないハリウッドで映画化をするっていうところに、どういうメッセージをみんなが見出すかっていうのは、人によって多分ファンによって違うと思うんですよ。で、それはもっとね、いわゆるゴジラ自身が象徴する、例えば、まあ、原爆であったりとか、核であったりとかっていうものに対するメッセージだったりとか、いろいろあると思うんですけど、まず一つ僕は、ハリウッドでやるんであれば、ハリウッドでしかできないスケール、ハリウッドでしか見せられない規模でゴジラとか、まあ、特に今回はキングギドラとかも出てくるわけだから、怪獣バトルっていうものを見せてほしいと僕はずっと思ってたんですけども、で、まあ、前回のゴジラのアプローチもすごく大好きではあるんですけど、どちらかというと、こう、ちょっと隠していたっていうところはあったと思うんですよね。で今回は、冒頭から怪獣がガンガン出てきて、ガンガン戦う。っていうのを、しかも、ものすごく終末感あふれるビジュアル。世界が崩壊する中にゴジラが立っていて、でそこで怪獣として戦うっていうビジュアル。これは、かつてガメラ3っていう映画が日本であった時に、クリエイターの皆さんが、まあ、演出しようとしてた終末感に、もう僕は繋がるものがあると思っていて、でそれを、やっぱハリウッドの規模でようやく見せてもらえた。でしかも監督がやっぱりマイケル・ドアーティーという監督、本当オタクなんで、もう例えば人間の視点から見た怪獣バトルとかの映像とか、これもガメラ3とかでトライしてたところなんですけど、とかもしっかり見せてくれたりとかする。そこはね、やっぱりちょっと感動ですよ。で、さらに言うと、こう、今までのゴジラ映画の中ではちょっと負け犬っぽく描かれていたところもあるラドンがめちゃめちゃ活躍するシーンがあって、そこが死ぬほどかっこいいんですよ。もう本当にそこのシーンだけでもちょっと泣きそうになったぐらいかっこよかったんで、そこはね、皆さん本当見ていただきたいなって思ってます。はい。わかんないです。女性の方が何を求めるかわからないですけど、モスラは可愛いんで、そのモスラ要素はいいし、あと、これももう一つ日本人として注目していただきたいのは、芹沢博士、渡辺謙さん、芹沢博士、今回、前回よりも大活躍なんですよ。いろんな意味で。で、めちゃめちゃ渋いんで、そこはもう、かっこいいってなるんじゃないかなと思ってます。はい。今回のゴジラキングオブモンスターズは、まあ、もちろん公開されたらゴジラファンとして言いたいことがいっぱいある人はいると思いますけど、ただ、本当にね、ものすごく本当にてんこ盛りの映画。よくてんこ盛りの映画ですってなってるけど、まあ、ただ大味なだけだったりするんですけど、今回は本当にてんこ盛りだし、本当に美味しく食べられる映画になっているし、で、やっぱりハリウッドの規模でキングギドラとかをバトルをこんなに大迫力に見れる、そしてそれを本当に映像化できるんだっていうのをと思わなくてなかったんで、一人でも多くの人に本当に見てほしいなって思っているので、もう何回も映画館に帰っていただきたいし、怪獣に興味がない方も多分見たら最後まで興奮して楽しむ作品になると思うんで、見ていただきたいです。はい。